旬の食材をイタリアンに。レストランゾーナイタリアの道浜誠二さんの登場です。道浜さん、よろしくお願いします。お願いします。今週はバリエーションいろいろ麺レシピというテーマでお送りしています。今日のメニューはこちらです。マグロと夏野菜のペペロンチーノ。道浜さん、マグロお刺身ではなくパスタでいただくんですね。はい、パスタで、はい、はい。しかも今日このパスタのソースをいろんなアレンジもできるということで、はい、はい、なのでそちらもぜひぜひ活用してください。そして今日こちらのコーナーをお送りしていきます。題して、楽馬キュー。 RCC のアプリイラウをダウンロードしていただきまして、今画面に出ている今日の料理のポイントクイズ、週に3回答えていただくと抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週なんですが、世羅大豊農園の豊水梨です。5キロがドドンと当たります。参加をするだけで OK です。ぜひチャレンジをしてみてください。それでは早速クッキングスタートです。はい、じゃあまずこのマグロですね、はい、これちょっと切っていきます。こうお刺身用の今日はねマグロを使っていきます。はい、ちょっとこうで、まあ、今回今日はねブロックで、まあ、やってますけど、まあ、カットのやつでもいいんですけど、まあ、ブロックの方がこうちょっと食べ応えがあっていいかなと。こんな感じで、はい、80g を角切りですね、はい、じゃあこれを一旦ちょっとボウルの方に入れてですね、でここにちょっと下味を一旦つけます。マグロに、はい、お塩とオリーブオイルですね。よいしょ、はい、そしてこのちょっとレモン汁でマグロに下味を。よいしょ、はい、いやもうこれだけでも美味しそうですもんねこれだけでも食べますよね。まあ、こうやってちょっとね下味をつけておくとこう最後パスタと絡めた時にもマグロの味が引き立ってくるんで、あとはまたこうパスタにね、はい、いいこう酸味とかをまたもたらしてくれるんで。そうなんですね、はい、じゃあこれこんな感じで置いておきます。はい、じゃあちょっとパスタを今日ね茹でますね。はい、 1% の塩に入ったお湯でですね、はい、今日はちょっとあの細めの麺、これ 1.4 ミリの麺です。へえ、 1.4 ミリ、はい、大体6分ぐらい。うーん、今日はねちょっと細い方がこう、まあ、夏野菜なんでスルスルっとこう食べやすく、そうですね、はい、いけます。軽くいただけそうな気がしますね。軽くこうスッといけます。うん、はい、で、今日もう一個のね夏野菜の焼きナス、今こんな感じでね、はい、ガスコンロでこう全体を焼いてます。はい、コンロの上に網を敷いて、はい、これをですね、今日は焼いた後ですね、こうしたラップ等でこのままナスを、よいしょ、はい、ラップを敷いて、はい、その上にナスを置く。でこうしてちょっとこうね蒸らすというか、はい、焼きナスのこの香ばしい風味を身の方にこう移してあげる。こうやってラップでこう包むことによってすごい身の方まで香ばしく香りも移ってくれるんで、へえ、じゃあ今蒸らしてる状態なんですか。蒸らしてる状態です。でこの後に剥いてるとすごいナスのこう香ばしい香りが身の方に移ってくるんで、はい、必ずね、今日のポイントですね、はい、ラップで包む。普段の焼きナス作る時からこうすればいい。そうですね、はい、そしたらナスの風味がすごく、はい、で今日はもうちょっとね焼いて蒸らしてこう皮剥いたものがこういう風になってます。はい、じゃあこれちょっと切りますね。はい、まあ、マグロの大きさに合わせてこんな感じですね。はい、あ、美味しそうですね。はい、マグロとね焼きナスの風味がすごく相性がいいんで、はい、そうなんですね、はい、そしてですね今日はあの他にも夏野菜トマトとプチトマ、オクラ、はいはい、でオクラはもうあの40秒ぐらいねさっとボイルをしてあります。はい、まあね、このパスタ茹でるときに一緒にボイルしてもいいんですけどね、はい、先にさっと、はい、じゃあソース作っていきますね。よし、はい、フライパンにはオリーブオイルが入ってます。ですでここにですね今日はニンニクのこのみじん切り、はい、ニンニクみじん切りが 5g、はい、まあ、ちょっと粗めの方がね今回は美味しいかなと。はい、粗みじんですね。はい、そして鷹の爪ですね。はい、鷹の爪1本です。はい、まあ、ペペロンチーノなんで今ニンニクと鷹の爪は、うん、そうですね、はい、じゃあこれちょっと、まあ、
香りを出すのに温めます。はい、じゃあこの間にちょっと先ほどの、はい、はい、アレンジをちょっと紹介します。はい、これね、あのソースというよりソースに使う、そうですね、食材の余ったものでできるということですよね。はい、ナスと焼きナスとトマトと、はい、オクラと、ナス、はい、焼きナスと、今ねこんな感じでこうオクラが入ってるんですごく絡みやすい。うーん、でこれにオイルとねレモンでこうと塩で味を整えてます。はい、でね今日のマグロじゃないですけどこういったカルパッチョみたいなお魚ですよね。こういうのにもうこの上からへかけてやる。おしゃれてますね。わおしゃれ。まあ、それとかまあ、イタリアンではねあれですけど、はい、お豆腐どうそしてトロントロンですね道浜さんと冷ややっこの組み合わせが新鮮です僕豆腐大好きなんですよね。あ、そうなんですか。これ絶対豆腐合いますよね。豆腐美味しいですよね。いつものお豆腐とは違った味わいできそうですね。そうですね。でもちょっとね、うん、あの香りでちょっと、イタリアンな感じだ。イタリアン冷ややっこですね。はい、これでもソースの日持ちってどうですか。ソースはあのあまりこう水分が出てくるので日持ちしないので、もう別個で焼きナスだけで置いてあったものを直前で合わせるぐらいの方がいいんじゃないかなと。でも次の日使い切るぐらいがいいですかね。そうですね、はい、うん、はい、今日はペペロンチーノ、明日はカルパッチョにかけるとかね。あ、いいですね。いいですね。まあ今日のあのお魚なんかもね白身魚にも合いますし、うん、本当何でも合うと思います。はい、買い物を減らすアイデアですね。じゃあ今ニンニクの方がだんだん香りが、うん、いいニンニクの香りですね。じゃあタコの爪ちょっと一旦取り出しますね。はい、よいしょ。はい、もうソースはすぐできちゃうんで、今日はでもイタリアンなんですけど、はい、ちょっと和の食材を使ったりしますもんね。はい、やっぱちょっとこうなんか夏野菜の種類がちょっとなんか和っぽいんでね、うん、はい、ちょっとそっち側に寄してみようかなと。へー、はい、これで香りが出てきましたら、はい、先ほどのトマトとオクラですね、これをちょっと軽く炒めます。はい、夏野菜ってパスタにするの難しいって聞いたんですけど、はい、そうですね、そうなんですか。水分が多いので結構こうちょっとこう火を入れちゃうとべちょべちょになっちゃうし結構難しいんですよね。なのであんまりこう僕は火を入れすぎないで使っていく方がいいかなと、今こうやって軽く、はい、炒めたらもうここに白ワイン、はい、軽く炒めて 15ml の白ワインです、はい、そしてチキンブイヨンですね。 40ml 入りました。はい、そして今日はですね、ちょっとここにあの昆布茶を 2g。 昆布茶ですか。はい、今日ちょっとあのマグロとかなんで、はい、ちょっと昆布茶のこの海のねこういうちょっとアミノ酸がすごく相性がいいんで、はい、軽く入れます。へー、ここもちょっと和のポイントですよ ね。パスタにソースに昆布茶が使われるっていうのが、そうですね、意外でした。もう今これでもソース出来上がりなんで、最後にこの焼きナスと、はい、先ほどのですね、はい、そして刻んだみょうが、お、これも和ですね、うん、そうなんですよ、はい、みょうが、はい、もうこれでソースが完成です。はい、もうこれオクラが入ってるんでね、とろっとしてきて、このとろみはオクラなんですね。よくこうパスタに絡んでくれるんで、じゃあパスタを、はい、茹で上がりました。わー、やっぱ細麺が合うんですね、こういう夏野菜とかと合わせるのが。そうですね、今回はこうさっぱりしてるんで細麺がいいと思いますね。へー、じゃあこれをかよし、じゃあこれで最後にですねちょっと塩コショウで軽く味を整えてもらって、はい、よいしょ、はい、そして最後にですね、マグロ、もうここで入れます。ここでもう最後の最後でマグロですね。はい、でもマグロはもうこの軽く余熱で火を入れるぐらい、はい、あえてもらって、もう余熱程度、はい、もう温める程度で、おい、はい、これで完成です。はい、これポイントで今日マグロはもう火を入れすぎないでやるとすごいしっとりとして美味しくなります。マ
グロはあんまり火を入れすぎない。やっぱり火入れるとバサバサになっちゃうんで、こうほんと生で温める程度で、はい、だったらマグロがこうすごく甘くなるんで。うーん、そうなんですね。だいたい40度ぐらいまで温まるとマグロってすごくあの甘くなるんで。そうなんですか。美味しそうが、へえ。でこう生臭さもちょっとこうなくなっちゃうんですよね。これが今40度ぐらいですか。今もう多分40度ぐらいです。すごい。だからこそ最後なんですね。ちょうどいいと思います。でもなんかレアっていう感じですね。レアです。うん、もともとお刺身用のマグロですもんね。はい、よいしょ。いいかな。わー、マグロもたっぷり。たっぷりです。はい、で今日仕上げにですね、はい、今日はちょっとこう大人の人向けに軽くこう、そうなんです、わさびと。意外で、パスタにわさび。先ほどね刻んだ大葉をちょっとこう、はいはい、これで完成です。はい、こちらでマグロと夏野菜のペペロンチーノ完成です。さあ、それでは今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はこちらとなっています。料理のポイントです。夏野菜の具材として使った焼きナスは1回ラップに包んで蒸らすことで香りが増します。ぜひ試してみてください。そして昆布茶を今回は加えましたが、昆布茶を加えることで風味が増してより美味しく仕上がります。またマグロなんですが、ささっと温める程度にすることでレアな食感を楽しむことができます。そして余ったオクラとトマトでソースも作れます。カルパッチョは冷ややっこのソースにも使えるので、ぜひこちらも作ってみてください。では青山さん、お召し上がりください。いただきます。香りは本当にペペロンチーノのいい香りがしてますね。はい、これじゃあパスタからでいいですか。どうぞ。これ三沢さん、わさび、わさびちょっとこうお好みでつけてもらったら、そうですね、わさびをちょっと、はい、ぜひぜひ。わさびがこれ合うんですよね。三沢さん、すごいわさびおすすめなんです、このパスタに関して。マグロもなんか美味しくなりますよね。うん、わさびいいです。あー、美味しい、すごい美味しいですねこれ。そうなんです。なんだろう、和のテイストあるんですけど、ちゃんとイタリアンにもなってます ね。あー美味しい、このわさびの風味とかね、あとプチトマトの酸味とかがすごくまた合うんですよね。三沢さんの大好きなお豆腐もいただきます。イタリアン冷ややっこ。うん、このアレンジいいですね。夏野菜がすごいいいソースになってますね。ああ、うん、おいしい。ややっこがシンプルな分、ソースをそのままダイレクトに食べられそうですもんね。さあ、そしてマグロのカルパッチョ、こちらも余った食材のソースです。ああ、でもパスタとはまた雰囲気が違って、同じものとは思えないですね。はい、すごい別の料理な感じがして、ね、そうなんですよね、うん、本当に夏らしい一品です。今日アレンジしたソースのレシピなんですが、今生のホームページに掲載しておきますので、ぜひそちらも合わせてチェックをなさってください。そして来週のテーマですが、アレンジ自在作り置きレシピとなっています。月曜日は一汁三菜のキッさんです。長期保存できる塩豚と、塩豚と野菜のソテーを教えていただきます。それから来週も豪華なプレゼント、ラクーマ Q があります。広島のこだわり旬野菜の盛り合わせ5名様にプレゼントします。これ三沢さん嬉しいですよね。いいですね、ねえ、はい、ドドーンと届きますからね。欲しいです。ぜひ、はい、活用してみてください。三沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。